焼き芋焼き芋は焼いたさつまいも、東アジア特有の食文化とされ、石焼き芋やつぼ焼き、かまど焼きなどがある。日本では2015年に生産されたさつまいも81万4200トンのうち約6万トンが焼き芋として消費されているとみられる。なお焼き芋は冬の季語となっている。中国では焼き芋は白書と呼ばれ、 北京553やイケルショ1号という焼き芋専用の品種もある。上海市には250軒の焼き芋屋があり、北京市や重慶市、春瓶市などでも陶器にはドラム缶や大壺をリアカー等に乗せてレンタンや木炭で蒸し焼きにする焼き芋屋が営業している。大韓民国では1954年に誕生した焼き芋屋が横向きのドラム缶を釜として、 街頭で営業しているほか、家庭用の磁期火鍋があり、コンビニエンスストアでも販売されている。台湾のファミリーマートでは2010年に焼き芋が発売され、カウンター販売で年間800万本が売れている。生のサツマイモは硬くて甘みがなく消化もしにくい。これを焼くことによって適度な柔らかさと良好な食感、甘み、香りなどが得られる。 焼き芋の甘みは、サツマイモ中のデンプンが、ベータアミラーゼの作用により分解された、麦芽等に、主に由来する。ベータアミラーゼは、摂取70度を超えると変性してしまうが、一方で、生のデンプンには、作用できず固化して、粒が崩れた状態のデンプンのみを分解する。多くのサツマイモでは、デンプンの固化が、約摂取70度で起きるため、 その付近の狭い温度領域のみでベータアミラーゼが失活せずにバク芽糖を生成できる。このため、摂取70度付近の温度で長時間加熱できる石焼き芋などでは甘みがよく引き出されるが、急速に消温する電子レンジでは甘みが十分に生まれない。また、摂取60度ぐらいでも効化するクイックスタートなどの品種も開発されている。 加熱後の焼き芋には15.4%の麦芽糖が含まれ、深しいもの12.6%より含有量が高い。また、焼き芋は加熱時25から30%水分が減少するため、より強く甘さを感じる。甘みの点からは、でんぷん含有量は高い方が良いが、多すぎるとパサパサの食感になってしまうため、 20から25%程度のデンプンぶどまりのサツマイモが適当とされる。デンプンの量は産地や施肥量にはそれほど影響されないが、気象条件によって大きく変わり、下季に気温と日射量が高く降水量が少ないと被害して、デンプンの多い良好なサツマイモが得られる。サツマヒカリなど一部の品種はベータアミラーゼを持たないため、焼き芋には向かない。 ベータ・アミラーゼ自体の質については、品種間で大きな差はないとされる。安納芋製のサツマイモは、細胞や組織の構造がしっかりして硬いため、加熱によって破壊する必要がある。このためには、摂氏100度程度の高温が必要となり、摂氏70度前後で甘みを引き出した後に、摂氏100度まで消温することが望ましいとされる。伝統的に東日本ではホクホク、 西日本ではしっとりとした食感が重視されていたが、2000年代以降は全国的にねっとりとした食感が好まれる傾向がある。肉質や食感と日本の品種の関係は次のように分類される。食感はホクホク系としっとり、ねっとり系の二つにさらに対別できる。なお、同じ品種であっても、貯蔵条件によって10の進展が異なり、 熟成による糖化が進むほどねっとり系に近づく。サツマイモ自体の香りは、柑橘類やバラのようなテルペン由来の好期が、相互に影響し合って形成している。また、薬、菜の加熱によって、バクガトやアミノ酸から、メーラード反応によって生成した成分が甘く焦げた、香りを生む。サツマイモには 100g あたり 228mg ほどのポリフェノールが含まれており、 主にクロロゲン酸で構成され、特に表皮部などに集中している。これはコーヒーと同程度であり、焼き芋の焦げた香りはコーヒーと共通している面がある。かまどの上に芋の浅い平鍋を乗せ、さつまいもを入れて木製の蓋をして蒸し焼きにする。江戸時代には崩楽も使われたが、割れやすく大型化も困難なため利用されなくなった。 鉄鍋は大きいものでは直径1メートルにも達する。農業地物起源修正によると中国東北部がつぼ焼き芋の発祥地とされる。先端を曲げた針金にさつまいもを引っ掛けてつぼの内周に沿って隙間なく吊るし、つぼの底部にコークスか木炭を入れて燃やし、鉄製の蓋をして蒸し焼きにする。生徒市などでは芋は吊るさずつぼの中に設置した金網に乗せて焼く。 一般的な陶磁器の壺を使うことが多いが、鉄筋とセメントで作って漆喰による仕上げを施した、左官業者による特注の大型壺などもある。鉄製の釜に敷いた石の上に、サツマイモを乗せて焼くことで、石から出る、遠赤外線の効果を利用する。リアカーや軽トラックを用いた移動販売の形態が多い。中国や韓国では、ドラム缶を釜として、 街灯で焼き芋を製造、販売している。前者は、建てたドラム缶の底にレンガを積んで吸気口と火床を、作り練炭ンンなどを収めて燃やす。火床の周囲に、粘土で作った台に、さつまいもを積み、厚い鉄板で蓋をして、蒸し焼きにする。スーパーマーケットの店頭などに設置され、遠赤外線を利用して加熱する。オーブン内の位置や、さつまいもの大きさなどによって、 最適条件が異なるため、レシピのマニュアル化がされている。一般的に 200kg 程度のサツマイモをまとめて、焼ける大型のオーブンが製造に用いられ、細長い釜の中を金網に入れた芋が、コンベア式に輸送されるトンネル式と釜の中に多段の棚が並ぶラック式の2種類に大別される。熱源は様々であり、ガスの場合は釜の内部に岩石を敷く、 電気の場合は、セラミックヒーターを用いる、炭火を熱源にするなど、いずれの方式でも、遠赤外線を発生させて熱が芋の中心まで伝わるように工夫されている。急激に芋が加熱されないように、トンネルの入り口付近の温度を低くしたり、ラック式の場合は、最初の消音速度を抑えており、通常は、釜の内部を摂氏200度程度まで上げて1時間ほど焼く。 最後に、さらに消音して焦げ目をつけたり、水分を飛ばして甘みを高める場合もある。一般的に冷凍食品は、急速に冷凍する方が、食品組織へのダメージが少ないが、焼き芋の場合は、冷凍速度の影響はそれほどシビアではない。冷風を当てて、高温させてからポリエチレンなどの容器に詰めて、冷凍を行う。 中心まで凍結した状態で引く、摂取20度以下に保つと、包装が水蒸気や酸素、光などを遮断できれば数年間は品質を維持できる。日本では南九州を中心に冷凍焼き芋が生産されており、電子レンジなどで適切に再加熱すると焼きたてと遜色ない味が得られると言われる。また、 増加が進んで甘く加熱で十分に柔らかくなっているため、冷たいままデザートとして食べるケースもある。歌川国定、半白焼き芋のお七祝い半白さつまいもの、幸いは17世紀前半までには、琉球に、宝永に頃には、薩摩国にも広まり、本州でも京方4年旧暦9月12日に、京都郊外で酒屋餅と共に、焼き芋が売られていた。 朝鮮通信誌が海有力に記している。教法20年の小石川植物園での種芋栽培の成功をきっかけに関東地方でも大々的に栽培されるようになった。完成5年に本郷指定目の木戸番が初の焼き芋を木戸番屋で売り出すと冬のおやつとして急速に人気を集め、それまでの不可思芋にとって変わるようになった。 特に各町の木戸横に設けた木戸番屋などで、かまどの上に乗せた崩落に並べて焼いた焼き芋が売られた。焼き芋は甘みや香りに加えて十分も出せば食べ盛りの諸星でも朝食になると言われるほど安価なことが大きな魅力であり、低コストな収運で輸送できる下宇佐国の幕割村及び武蔵野大地の川越半量が原料のさつまいものに大供給地となり、 江戸に運ばれる荷物の梱包材として使用された俵や縄が調理の燃料として利用されていた。焼き芋の人気とともに需要が増加すると、素焼きで割れやすいため大型化の難しい崩落に変わり、芋の製の浅い平鍋で焼かれるようになった。丸ごと一本の芋を焼いた丸焼きは、冷焼きと看板に書か,かれ、また味が栗に近いとして、八里半、あとに栗よりうまいとして、 13里と書く看板が増えたと法暦現来週に記録されている。天保3年の江戸半盛期には、木戸番屋では早朝から深夜まで焼き芋が売られ、裕福な人も貧しい人も好んで食べるため、一冬で番屋一軒の売り上げは20から100両にも達すると書かれている。明治に入ると米価の変動が大きいこともあって安定した。 低価格で供給される焼き芋は、下町の低所得層などにとって、陶器の主食にもなり、需要が増した。東京には大規模な焼き芋専門店が現れ、1869年に、下谷岡地町で創業した芋章では4つのかまどで、1日90回焼き上げ、1日の売り上げが15円以上に、達したと、明治東京一文史に記録されている。 これら専業店は秋から春にかけて焼き芋を、夏季は明治に登場した製氷器を用いたかき氷などを販売し、1900年には東京府に1406軒の焼き芋屋が存在した。対象の大戦ケーキなどで工場の量産が発達すると低価格の洋菓子が供給されるようになり、おやつとして焼き芋の地位は相対的に低下していった。 このため1923年の関東大震災を契機に東京周辺では焼き芋屋の廃業が続いた。一方、1929年に中国東北部から上海を経由して関西地方に伝わったつぼ焼き芋、並びに昭和初期に誕生した大学芋は急速に人気を得て従来のかまどを用いた焼き芋にとって変わった。 特にかまどを必要としないつぼ焼きは雑貨屋や駄菓子屋が陶器のみ販売する際の負担が小さく、1930年代には東京府内のつぼ焼き屋が500軒以上に上ったという。しかし、太平洋戦争開始後の1942年に食料管理法が制定されると、さつまいもは当製品となり、焼き芋屋のほとんどは休業ないし廃業した。 軽トラックによる石焼き芋販売終戦後の1950年に、サツマイモが統制の対象外となると、伝統的なかまどやつぼを使わずリヤカーに、鉄製の箱型釜と石を乗せて移動販売する石焼き芋が向こう島で登場した。重量があるため特注のリヤカーが使われ、大磯三分と呼ばれる建材の小石を用いた、同じ業態が下町を中心に急速に広まった。 1960年代半ばの最盛期には、東京都の販売員は、当期の出稼ぎに来た人々を中心に1000人以上に達している。一方、第二次大戦後の焼き芋は、比較的高価な食べ物となっている。また、軽トラックに石焼き窯を乗せる形式が、主流になっていった。その後、1970年の大阪万博を機に、ファストフードのチェーン店が増加した影響などを受け、 石焼き芋屋は減少していった。1980年代に入ると、学校給食などでの利用を目的に、冷凍食品として、焼き芋が製造、販売されるようになった。1990年代以末から、群賞と JA なめがたが共同で、電気式の焼き芋オーブンを共同で開発し、2003年に、マックスバリュー東海が、静岡県内の店舗に導入したのを皮切りに、 スーパーマーケットの店頭で焼き芋オーブンによる販売が広がっていった。また、高温処理によって傷を治癒するキュアリング処理や低温貯蔵により秋から年末までべに、はるか年初から3月までべに混り、4月から秋までは紅あずまという組み合わせでさつまいもを通年供給し、季節によらず焼き芋を販売できる体制が整うようになった。特に、 2007年に育成されたネットリ系の食感を持つべにはるかは急速に全国的な普及が進んでいる。ありがとうございます。